はい、矢野トールの YouTube。 はい、というわけで新日本プロレスの矢野トールです。本日はですね、武蔵小山に来ています。で、武蔵小山といえばですね、私が若手の頃にずっとお世話になってた井上京子さんのお店、赤湯があります。で、今日はね、赤湯に行こうと思ってるんですけど、一つ理由があります。デスペインビタショナルという大会がありまして、で、デスペからですね、僕3枚託されてます。で、まあ、1枚はもちろんね、僕ですよ、はい。で、もう1枚はもうこれは約束を取り付けてるんですけど、棚橋社長に出てもらおうと思ってます。で、まあ、こそトールとヒロシということになりますね。で、ビーバップの、初代ヒロインといえばですね、中山美穂さんが演じたのが京子、矢野徹と棚橋博士と井上京子、これをやりたいんです、僕は。だからこれをやりたくて、井上京子さんにはですね、今日、お店の方お邪魔しますという話だけはしてあるんですけど、大会に出てくれとか、まあわよくば、対談も取りたいと思ってますんで、まあ、その辺を全部もろもろお願いしていこうと思うという企画です。というわけで矢野徹プロデュース始まります。というわけでですね、もう今武蔵小山駅の目の前なんですけど、ここからもうね、徒歩3分かかんないぐらいで、井上京子さんのお店っていうのは大体いつもですね8時からやってますから、皆さんね、武蔵小山来た際にはね、ぜひ行ってみてください。こっちから来ればね、もう駅から本当に 2,3 分ですかね。本当ね、この辺のねところとかに昔観光料理屋さんとかあったりとかですね、してよく行ってたんですよ、一緒に。でもこう歩いてきたら、ここもうここですか、このビルです。このファーストオーケービル。めっちゃ近い。大きな看板。プロレスラー、女子プロレスラー、井上京子の店、赤湯という。突入してきます。すいません。おー、あ、お久しぶりです。失礼します。久しぶり。お久しぶりです。どうしました？お疲れ様です。なんか、いや、今日ちょっとお願いがあるんです。はい、デスペインビターショナルという、コラケン大会で、はいはい、うちの選手のエル・デスペラードをプロデュースする講義がありまして、はい、矢野さんで3人集めて、はい、で、相手はデスペが用意するから、はいはいはい、6人でその3対3でやってくれって、あ、3対6人、そうですね、タグマッチ試合です、うん、それでこれ1枚は僕なんですけど、はい、で、もう1枚はうちの社長の田無博士に、ほう、で、あともう1枚って考えた時に、はい、トールド博士と来たら、はい、そのヒロインの、はい、ヒロインの、はい、中山美穂が演じてた、まさか、はい、女子プロレス界の中山美穂が呼ばれてる京子だろっつって、京子、そうなんですよ、京子だろっつって、はい、はい、これ僕の夢の話なんですけど、はい、いつかやっぱなんかこうプロレスの会場、まあ、会場の中でリング上で何かできたらなってのずっとあったので、これ受け取っていただければなと思って、はい、一緒に試合出るってことになるんですよ、そういうことよね、はい、え、でも大丈夫なの、その試合に出て、私大丈夫です。え、ふざけてない、本当に全然、いやえ、ふざけて 1% もふざけてないかというとふざけてるかもしれません、すいませんけど、はい、でも大枠ふざけてないです。あ、大枠、うん、大枠大丈夫なら大丈夫か、はい、はい、お願いします。あ、じゃあありがとうございます、頑張ります。お願いします。一応日時は6月10日、6月10日、はい、6時からなんですけど、僕ら大ゼロで出ますんで、はい、はい、じゃあ早くに行かないと、はい、ドキドキする、お願いします。わかりました、はい、いただきました、はい、頑張ります、ありがとうございます。高橋さん顔入れてありがとうございます。お願いします。京子さん、もう一個お願いあるんですけど、うん、なんか過去のお話とかこうさせていただきたいなと、うん、YouTube なんですけど、あ、わかりました。あ、早いですそれはいいけど、多分そうだろうなと思ったら、はい、なんか飲む、なんでも、何が好きな人になってんの、今までの恩返しもしたいんで一緒に飲みましょうよ。飲もうよ。はい、うん、はい、というわけですいません、はい、ここからはちょっと、はい、昔の話も含めて、はい、ちょっとお話しさせていただければと思うんでお願いします。いいの昔の話、はい、そうなんだ、ダメなものは、はい、後から弾くんで大丈夫です、はい、いいですか、僕開けさせていただいて、あー、やったぜ、やった、矢野トール、トール君、うそー、よく毎日そのテンションでごめんね、よく言われる本当によく言われるすごい、すごいですよね、はあ、家に帰ったらなんか膝抱えてね、こうやって一人でポツンとしてんの、その分、うん、そうそう、彼に閉じ込む、うん、はい、開けろ、あ、すいませんこういう感じになりますから、僕もね久々に緊張してますからありがとうございます。うわ、美味しそう、うん、美味しそう、めっちゃ美味しそう、トール君とこんな二人で飲める日が来るなんて、何よ
ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。うっす。乾杯、パチュリパー。お疲れ様です。よしー。お疲れ様です。どうもチーズ。どうぞどうぞ皆さんも同じテンションでお願いします。おいしい。ヤバブーブーおいしい。あの時飲んでた時何飲んでたっけ。私ワイン好きだった。ワインでしたね。ね私はもうワインがもう。もう見れなくなっちゃった。毎日あの時10本ぐらい飲んでた1日、はいはい、もうあれでもうワイン見たらうーってなるようになっちゃった、ね、すごいっすよ ね, ねもう本当にえでもその前は日本酒も一緒に飲んでた時あったよね。日本酒もありましたね。ね、はい、一升半ぐらいにやると私も記憶なくす。一升だったらまだ大丈夫。いやそれ相当ですから今思うとえ今何年目になったんだっけ。今デビューして23年目になったんでこの赤いにさ道場破りみたいに来たのあれ何歳。もう21年前とかですかね。うーんでそれ知ってるのファンの方は。あどんなんいるんだみたいな感じで来たんだよ本当に。うん、なんか酒強いレスラーいるらしいな、どんなんだよみたいなの来たんだよ、こいつ。うっちゃんっていう、僕のよく先輩なんですけど、うん、で、その人が甘中って浜ちゃんっていうのがいてですね、で、彼と仲良くて、でその人飲むようになってあの辺になんか女子プロレスの店あるらしいぞってその人が言ったんですよ僕じゃないですよ。あんた、はい、それが最初で、でもその時京子さんいらっしゃなかったですよ、ね、なんだったっけ、はい、で、なんか僕がレスそので駆け出しだったからヤングライオンのもうみたいなそうね、そうね。そう、なんか知らないけど気づいたらほぼ毎日赤井にいて、でもお酒強いって言うから一緒に飲もうっつって、おやったろ、私もその時まだ若いから一緒になんか飲んでて、はい、そっからだよね、なんか仲良くなったの。そうですね、はい、で僕の認識ではあれですよ、その最初来た時に白けてこいって言われてどんだけ飲めんだみたいな。ねえねえ、ちょっと言い方お願い回ってるから言い方、はい、一緒に飲もうよ。そうですそうです、矢野くんじゃないの。そうですそんなね高圧的な飲まされ方はしてないんですけど、そうでしょ、はい、そういうところが始まって、まあ、ある程度すいませんすいません全然気づかないんでいつ気づくかなと思って。ありがとうございます。そういうとこよ、はい、いやでもその頃本当に先ほども話したんですけど本当すっごい飲んでましたよね、あのワインの飲み方とか。いや一番飲んだワインの記録13本って言ってましたよ一人で。ボトル13本、かっこいい。絶対嘘じゃないっていうのは分かるんですよ。だってもうなんかワイングラスとかで飲むときにこうやって おばきゅうみたいな飲み方するんですよでこちょいちょい悪口挟んでくんのこうやってあの私のこれ見つけたのもあのこの方でこれクリームパン、はい、クリームパン&豚足かどっちかって言われて、はい、いやこうやって京子さんが手を置いてたらこれ箸でつまんで あパンじゃなかったっつってこういうのちょいちょいあの先輩にやってくるんですよね。でもそのあの酔っ払ってですから酔っ払ってなかったらそんなできませんから。できません、酔っ払ってもやるだったら私ですよ今自分で言ってやっぱ自分でおかしいなおかしいなってことに気づきました本当に毎日飲んでて夕方になるとなんとなく集まり始めてなんとなく集まるっていう今日何食べ行くみたいなのから始まって、うん、矢野徹さんの右腕ぐらい私が作ってると思いました。いやいや本当そうですね本当まず このぐらい、まあまあ、私が作ったと思います、はい、マジで。でもあの時一番疲れてたかもね。寮長もやってて、はい、朝5時6時まで飲んで帰っても朝練習でしょ。そうですね。で寝りゃいいのにまたさもうご飯行きますみたいになってさなんか集まってくるみたいな、なんか負けたくないみたいになって、なんか昨日めっちゃ飲んだけども今日の飲みたくないっていうの悔しくて、これなんか戦いだったの私実はあの時今日誘わなかったらなんかあいつに負けると思って。でも京子さんだったら相撲取りの方もいらっしゃって何キロあんのあんたって言って150ぐらいですかねって言うとちくしょうって言うんですよ。ほんと悔しかった負けたっつってでも飲み負けなかったよね。簡単飲んだ時になんか朝まで飲もうみたいな時あって、なんか飲んでそのまま初詣で行ったんだけど、はいはい、なんかお相撲さん戻してたもんね。そうですね。で京子さんの家に、うん、リビングで僕ら3人で雑魚寝ね雑魚寝してて、うん、で京子さんちゃんとしっかりされてるんですよ。いや大丈夫です、しっかりされてるんで。いやしっかりされてる。おせちがリビングに置いてあって昼前ぐらいにあって目覚めて見たらその相撲取りの人がおせちにいくらだけ食べて全部食べちゃったいくら事件かわいかったなんかそのお相撲さんに負けるのが嫌で、酔ってさ弁当6個買って食べるってかっこよくない？めっちゃ憧れて、なんかでも大丈夫、元旦に潰してやったから。酒は我々なんですか？我々の方がね、そうね、酒は私たちの方が強かった。どっちの方が強いですか？いや、もう、いやー、結構さんが強いと思いますよ。いやー、だから僕ワイン13本飲めないですもんでも
飲めなくなるんじゃない、眠くなっちゃうんだよね。ああのこうとっとしますね、はいはい、うとっとっていうかもうだいぶ寝てますもう全部あの知られてるんで、はいはい、何を言っても否定できないからいやものすごいだから本当にもう週5で飲んでもう 何年間ぐらいやってました。もう 3,4 年 やってましたよね。でもその回がだんだんやっぱりちょっとなくなってきて、やっぱりみんな、あ、なんでなくなった、忙しくなったからってなのか、なんか新日本がそうですね、忙しくなったりとか、うん、まあ試合が多くなったりとか、あったりとか、そうよね、はい、そう結婚したりとかいろいろあって、その頃だから成瀬さんとかも一緒だったんですよあの暴れん坊成瀬くんが、でそのうっちゃんっていう、もともとその僕が一緒に飲んでた人がここその成瀬さんにいつも、なぜか僕が年上なんですけど、投げてたりしました。すっごい、この男はその逃げるの上手で、なんか私のこのクリームパンとかもなんか本当は怒りたいけど怒れないみたいな、なんか雰囲気作る、はいはい、そういうの上手なんです、この子。一回でも、ね、韓国料理屋あったじゃないですか、あそこに豚足あって氷月のボトルに井上漁港って書いてある千尺玉みたいなの貼ってあって、それカリカリって僕剥がして豚足にペッて貼って持ち帰りですって持って帰ってやったら、はい、殴ろうかと思ったよ、マジでこれ持ってきた時にちょうど中に入った堀田さんいらっしゃって、そうそう先輩だったおおおだからふざけてんじゃねえっつって、はい、やべえと思ってさすがにやばいなと思って盗賊後ろに隠れちゃってでも京子さんって、ま、あの真面目なんで試合の前日飲まない、ね、あの時からそうだった、あの時そうでした、新潟かなんかで会った時に、はい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 、飲まないんですかみたいな話になって、はい、ちょっと飲むけど、うん、お前明日見に来いよって話になったんですよ、うんうん、分かりました、うん、で、うん、僕行ったんですよね、うん、来た来た、思い出した、めっちゃ遠いのに、あ、バス乗ってもう試合会場ついてる、そしたら今どこって言ったら、いや今向かってますみたいな感じで、そしたらなんか最後の二股かなんか、こっちが新潟、こっちがなんとかみたいなところの二股間違って全然違う県に行って試合めっちゃギリギリについたみたいな、はいはいはい、あったよね一回。あれだよ、それを言うなら、あんたたちさ茅ヶ崎でかなんかで飲んでてさそうそうそうですね、電話ちょうどしてて、私はこちら赤いで武蔵小山で飲んでて、で今どこいんのとかって酔っ払って、 お互い酔っ払って今茅ヶ崎飲んでますよみたいになってて、今終わったからじゃあ行くよって言ったら、どこっつったら茅ヶ崎、今から行くっつって武蔵小山から私タクシーで茅ヶ崎に行って、いや僕らもだから茅ヶ崎で飲んでて来るわけねえなとかって言っててもう一回京子さんがかかってきて、今タクシー乗ったんだ、うん、乗ったから場所言ってみたいなこと言われて、へえっつって迷いながら、うん、わーって来ましたもんね。でさ、私行くじゃん、でみんなわーって言ってくれなんてさ、本当に5分ぐらいでさ、うっちーとさ、トール矢野くんがいてさ、わーっていやーなんだかって5分ぐらい喋ったらさ、なんかみんなそれぞれさ、なんか違う女の子の、なんか可愛い女の子のところにパッて行っちゃってさなんかさ、私さ、一人にされちゃってさ、茅ヶ崎で飲んでさ、なんか私一人ぼっちになってさ、どうしようみたいになってなったんだよ、私。そんなことありましたっけ。あったよ、なんかみんなそれぞれ、なんか本当に嫌がったこいつみたいになって、なんか自分のお気に入りの女の子となんかダーツみたいなの始めちゃって、おお、おお、トール君そっち行くのね今初めて聞いたのそれ。いや、もう半分覚えてないですね。本当に京子さんが来て嬉しかったって聞いてる絶対これそこも覚えてないかもしれない、下手したら。それは覚えてます、それはさすがに覚えてますよ。それ覚えてなかったらやばいやつですね、僕。あれ、あの次の日だったっけ、記者会見。あ、なんかそうですね、記者会見、あんた忘れてたんじゃん。はいはいはい、茅ヶ崎で朝まで飲んでて、昼から記者会見がありますみたいな、はい、なんかがあって、はい、今から帰らなきゃいけないですってなって、もうベルベルだしもうつってんで、白井がね、ちゃんと運転してくれる車に、はい、なんかちっちゃくなって、二人がこんなにさっきこんなに、あ、そうですね、帰りました、それで、はいはい、トラックで、はい、その帰った記憶もあります。一人にした記憶はないそれはないですねこいつはそういう野郎ですでも、あのお店にも来ていただいたりとかして、なんかあんまり相手してくれなくて、お店行ってもさ、そうかなくて、そんなことあります。タクシーまでこう荷物持って行ってるじゃないですか。あ、そうね、それもまた短い短パンで短パンならいいけど、かなり短い短パンで短パンの度合いってあるじゃん、わかる。なんか何歳です？ 46 だったらこのぐらいじゃない、はい、なんでここまでの短パンいく。でこれ今座ってるから、立てばほら、もうこんな短いの入って、膝出す、膝の隠れた短パンもおかしくないですか。いやいやいや、そんなもう誰も近寄らないでしょ、あんたに。はい、誰も近寄らないでしょ。誰も近寄ってくれますけどまあ人のこと言えないんだけど。でもあの金髪の方に比べたら
まだ柔らかいっすよ。ああそうね、その時が一番ひどかったですね。いや、うん、ぽよ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 の意味が分かんないよ